こちらが今回作る駅の平面図ですね。まずはね、駅の後ろ側から作っていきます。次に柱を立てていきます。次に床を張り替えます。このようにできたら、次に両端のね、壁を先に作っていきます。次に上の段を作ります。はい、このようにできました。両側の塔のような部分にもブロックを置いていきます。はい、このようにできました。次はこっち側の、ね、後ろ側の壁を作るんですけれども、まず梁をね、作ります。この上にブロックを置いていきます。はい、このようにね、壁も作ることができました。そしたら次に中央側の壁を作っていきます。端の部分だけね、もう少しブロックを積み上げます。はい、このようにできました。そうしましたら次にここにまず1本ブロックを置きます。で、この裏側に回って1ブロック、ここの下には追加しておきましょう。このようになってます。はい、そしたら次、一番手前の部分ですね、作っていきます。はい、このようにね、できました。これで駅のね、全体像はできました。そしたら先にね、駅の中をね、少し作っていきます。あとはね、床を張り替えてってあげましょう。ここの、ね、床はね、結構お好みのブロックを使っていい感じになるかなと思います。
まあ、このような感じでね、なってまーす。そしたら最後にまあちょっと手前側も調整しましょう。はい、このようにね、駅の中もできました。次は屋根を作ります。まずはね、ここの正面側から作っていきます。そしたら次に中央部分のね、柱のところを作っていきます。隣もね、同じように作ります。はい、このようにね、できました。そしたらこの中央をつなげます。はい、そしたらね、一気に周りをね、作っていきます。そしたら次にどんどん階段をね、乗っけていきます。次は階段ですね。ここはもうそのままね、ハーフブロックです。これをね、だん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 重ねていきます。もしここの中央気になる人はなんかね、こんな風に全部埋めてもね、いいかもしれないですね。今回ね、ブロック節約のために使いません。下はね、空洞で置いていきます。はい、このようにね、できました。全体的に見るとね、このようになっております。はい、そしたら次、両側の柱、柱じゃない、塔を作っていきます。はい、これで正面側の屋根が全て完成しました。そしたらね、次ね、後ろ側のね、屋根を最後作ります。
後ろ側の屋根はこのように作ることができました。さらに屋根はこれで全て完成です。はい、そしたらね、最後に壁の装飾をしていきます。まずは正面側からですね。左側にも同じものを作ります。そうしましたらこちらの塔も作っていきます。左右同じ感じで作ります。この塔の装飾をこの右側にもね、全く同じように作っていきます。
これで正面側もできました。そうしましたら横面やっていきます。この裏側の部分も同じように作っていきます。そうしましたら最後に背面側をやっていきます。はい、これでね外装の方も完成しました。あとはねトロッコを置く場所をね作ってあげます。このような感じで、まあ、右の方向行き左方向行きっていうね2つの路線ができました。まあ、あとはね中の方を少しね装飾とかしてあげればね完成です。はい、こんな感じでね周りの道もできました。もしよろしければねこちら周りの道も参考にしてみてください。はい、最後にね内装の方をちょっと紹介します。はい、ということで完成しました。駅ですね、まあ、拠点にこの駅を作って、まあ、どこかにね線路でつなげてもいいですし、街のね飾りとしてもね作っても可愛いと思いますんでね、ぜひ皆さんのワールドにも建築してみてください。もしこの建築を気に入っていただけたら高評価チャンネル登録お願いします。今後も前から建築動画配信していきます。ぜひまた見てください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。